仇討ったるからな。おお、寺田屋に行くぜ。誰か知らんけど相手が半端な腕やね。気抜いたらしまいや。ほな行くで。言いつけろや。あじめちゃん、ちょ待ちや。いらっしゃいませ。どうも。伊藤らが先。はじめちゃん、早よ行くで。伊藤。あ、待てや、どこの。おい、気ぃつけろや。はじめちゃん、ちょ待ちや。寺田屋か。やでやってね、暴れるには格好の場所だ。このお前、それに源さん倒すようなやつもおる。殺す。お前や。お前だ。今日はついてない。
と待てや。ふざけよって。この先や。斉藤君、君もいいと。このああだがなきそとにえ起きとく。まあ、うん、何何何わし、ここの出幕起きた。別にええで。せやけど副長に次期局長の座を奪われたくないんやったら、私助かった。いっそれを。ああ何や。踏み込む長いことさ。気持ちはわかるがしゃあないやないか。裏口からもらった。なあ、わかった。それでええな。ああ、ほな行く。はじめちゃん、どうや、誰かおるか。誰、誰かおるの。俺だ、おるよ。はじめさん、そんなとこで何してんの。聞いてくれ。今この宿を新選組が囲んでいる。坂本龍馬って客が来ているな。2階の客間か。せやけど、なんやの。もうすぐ新選組がここへ突入してくる。お前は静かに、おかみさんたちを連れて寺田屋から逃げろ。坂本さんを、新選組が。詳しい話は後だ。急げ。言ったようやね。よし、そしたら行こうか、はじめちゃん。お逃げください、坂本様。新選組が来ます。はよ、ここから逃げて。あれはお龍の声。どういうことだ。迷うてる暇はない。もう行くしかないで。新選組じゃ。誰飛んできよった。おもろなってきたやないか。はじめちゃん。Yeah!
わしらの仲間を、なんちゅう奴らじゃ。お前が坂本龍馬。坂本先生にはわしらが指一本触れさせんがじゃ。Yeah!
お前がもう一人の坂本龍馬なのか。誰なんだお前は。お前の目的は何だ。なぜ俺の名を語る。答えろ。お前がおやっさんを殺させたのか。そうなんだろう。なんとか言え。鴨さんの仇や。はじめちゃん、窓や。窓から逃げよった。おうで、はじめちゃん。はじめちゃん、まさか兄弟が。踊るな、そこ動くな。見回り組の佐々木か。何の用や。こないなとこで何しとんねん、お前ら。見たらわかるやろ、不定浪士の取り締まりや。ほう、そりゃご苦労なこっちゃな。せやけど、こっから先は見回り組が預からせてもらう。な、何やと。聞こえへんかったんか。坂本龍馬は見回り組が預かる言うとんねん。な、なんだと。これは幕府ご公儀の命令や。これ以上坂本龍馬の件、新選組の手出しは無用。ふざけんなや。坂本は新選組の幹部殺した男や。それを手出し無用とはどういうことやねん。さあの、文句があるんやったらお上に言うたらどうや。わしらに命令した幕府のお役人に。おい。あ？誰なんだ。見回り組にその命令を出した役人ってのは。ふん、幕府軍官奉行並み、勝林太郎や。勝林太郎。余計な詮索はせんこっちゃ。その方がお互いの身のためなんとちゃいまっか。謎だらけの三番隊隊長さんよ。しかし見回り組に邪魔されるとは思うてもなかったな、はじめちゃん。どないしたんや。さっきから様子が変やけど、何かあったんか。いや、何でもない。ちょっとな。うん？やってくれたな、お前ら。おう、伊藤藩やないか。それに武田に兵助まで。どないしたんや。とぼけんな。近藤局長の引退の相談って、あれは飛んだオラじゃねえか。ああ、なんやそれ。よう覚えてへんな。バカにしとんのが悪い。お前の嘘のせいで坂本龍馬取り逃がしてしもうたやないか。そない言うんやったら五番隊も残ってればよかったやないか。伊藤藩に尻尾振ってついてったくせして、よう言うわ。なんやと、我舐めとんのか。まあまあ落ち着いて武田さん。沖田さんもそんなに煽らないでください。なんや、お前どっちの味方や。別に俺はどっちの味方でもないですよ。ただ
最近の近藤さんは何を考えているかわからない。な、え、も、いい、俺、あん、言うぞ。見つかったって聞いたけど、ああ本張り飲むねよ。しかもその気の極まだね。このあんた、どうせ金も取るくせに。おいおい、お前、逃げるのか。Huh!
いらっしゃい。また。この間もウサギ色の香り。お出かけですか？いらっしゃい。ほな、また。いらっしゃい。また今度な。いらっしゃい。ほな、また。また今度、そこのお客さん。ああ、新選組の仏さんのことや。忘れとんちゃう。本当のことを教えてくれ、オリオ。なんで坂本龍馬を逃がした？だが自分、そう、それが寺田屋で働く者の務めです。そうか。実はお俺を追って、せや、てっきりはじめさん。なん、どういうことなんだ、お俺。さっきのあんた好き。わかりました。私は最初は些細な町の噂とか、それが勤皇のお役に立つからって、いくらかお金を受け取って、うちにはでもある日、次からは斎藤はじめいう人の坂本龍馬にだな。あなたがいつどこに出かけるのか、誰と会ってるのか、寺田屋の女中として、うちもそのくらいならええと思ってました。これ誰が置いていったかもわからんかったけど、多分坂本さんやったんやね。うちがお涼ちゃんを雇い入れたことへの見返りとして。坂本龍馬とはどこで知り合ったんだ？もともとうちの父が勤皇の活動家やったんです。それが幕府の役人に捕まって、何人にも囲まれて切り殺された。もう何年も前、その坂本さんは、そしてお金に困ってるうちらに、はじめさんに言うて、お涼ちゃんかて巻き込まれたくて巻き込まれたんとちゃう。女一人母親背負って生きるためにしたことや。おかみ、
捕虜、もう一つ聞かせてくれ。わざわざお前を使って俺を監視してた坂本龍馬がいずれ。それはうちにも分かりません。せやけどうちが聞いたんは今日でよ。なあ、もう始め。いや、俺名前俺の本当の名は坂本龍馬なんだ。え、それってはじめさんが坂本龍馬？でもそれやったらうちが会うた坂本さんは？そいつは俺の名前を語っている偽物だ。俺の恩人を暗殺させた黒幕で、口封じにその刺客を殺した。長崎ではイギリスの武器商人とつながっているらしい。そしてタケチ半兵衛だと同じ火傷を背中に背負っていた。でもタケチさんって。わからねえ。兄弟は土佐で腹を切って死んだはずだ。それにあいつにはおやっさんを殺す理由もない。俺にももう何がどうなってんのかわからねえ。はじめさん、うちの太田坂本龍馬に会いたい。何？もし会いたいんやったら新選組の人でうちと同じように坂本龍馬とつながってる人がいるの。その人を捕まえればもう一度坂本龍馬に会えるかも。誰なんだ？その人は監察役山崎進。山崎進、あいつが。